じめにサッカーでオリンピック出場を目指す話題です。4月6日水曜日、つくば市二宮の石昌商事でサッカーアンダー21日本代表監督の大岩剛さんが3月に行われたドバイカップの制覇について報告しました。凱旋報告会は大岩監督がスポーツアドバイザーを務める石昌商事株式会社のつくばオフィスにて行われました。皆さんに歓迎していただいて大変恐縮なんですけれども、ドバイで UAE のドバイで大会をしてきました。なかなかこのコロナ禍で国際大会が行われない中、貴重な経験をしてきました。アンダー21の日本代表の選手たちでしたけれども、各国の強豪国と試合ができて、なおかつ、無失点で優勝できたという経験は、今後6月には、アジア選手権があって9月にはアジア大会がありまして、国際大会が今後目白押しになってくる中で、非常に貴重な経験をさせていただきました。石昌商事の、アドバイザーとしての立場もしっかりと認識をしながら大会に臨んできました。皆さんの声援もしっかりと背中で感じながら戦ってきました。今後も、そういう気持ちで戦っていきますので、また皆さんにいい報告ができるように、しっかりと準備をして、頑張っていきたいと思います。チームを立ち上げてまだ間もない状況の中で、私監督をはじめチームスタッフ、プラス選手たちが過酷な条件で試合をしてきたんですけれども、本当に一体となって試合の準備、そしてこのコロナ禍で非常に制限がある中で一体感を持って試合に臨めたというところが勝因の一つではないかなというふうに感じています。はい、まだ今後ね、6月に大会ありますし9月に大会がありますので、これがドバイカップという自信がしっかりとその次につなげなければいけないと思っていますし、そういう準備をしっかりしていきたいなというふうに思っていますね。大岩監督率いる U21 日本代表、2年後のパリオリンピックに向けて今後も躍進を続けます。